試合時間10分経過、10分経過、残り試合時間5分。11分34秒、勝者レディー C。 ただいまして11分34秒、レディー C 選手のフォール勝ち。従いまして青コーナー、姫香、マイカ、レディー C 組の勝利。マイク名に続き勝ち点4点となります。勝利がマイクさんだったらいい。姫香さんとも、スカイツリーズ、ね、2回ぐらい組ませていただいて、そこでもやっぱ自分が結果残せなかったっていうのがすごい悔しかったので、今ここですごくやっと果たせたなっていう、少しでも恩返しができたのかなっていう気持ちでいっぱいです、まあね、もう C はね、これから C を超えて D に、ね、なります。これから、ね、D で、ね、
レディーデーで下がってません、大丈夫大丈夫、はい、これが進化するって意味で、でもこれからドンズ・デュモンドのレディーデーとしての成長を皆さん交互期待、 D の意思受け継ぐよ、ちょっと待って、プロレスリング、スターダム、新時代到来、女神たちの熱き闘志がリング上でキラキラ輝く、明るく、激しく、美しく、そして新しいスターダム。スターダムシンデレラオーディション2022開催決定。プロレスラーになりたいと思っている皆さん、スターダムのリングは自分を輝かせることのできるリングなので、皆さんぜひ一緒に戦いましょう。月額920円でスターダムが見放題。公式動画配信サービス、スターダムワールド。試合はもちろん、オリジナルコンテンツも盛りだくさん。スターダムワールドで検索。女子プロレススターダム公式チャンネル、最新の試合映像から記者会見、生配信、バラエティ企画まで、キラキラ輝くスターダムの今がてんこ盛り。今すぐ登録。